為替を見ていきます。1ドル81円20銭から30銭台で推移しています。1ユーロは113円50銭から60銭台での推移です。その他の為替、オーストラリアドルが80円20銭台での推移となっています。それでは今日の為替を伺っていきます。クレディアグリコール銀行の斉藤さんです。おはようございます。おはようございます。斉藤さん、まず週末の G20 どうご覧になりましたか？はい、ですね、予想通りの内容ではあったと思いますね。通貨安競争は自制すべきとはしたものの、経常収支を各国 GDP 比 4% 以内とするというアメリカ提案の数値目標が新興国側の反発で盛り込まれなかったということで、ほぼ市場が予想していた内容通りだと思いますね。はい、日本の為替市場にはどう影響したんでしょうか？はい、G20 声明ではですね、通貨安競争は自制しているとは自制するということは言ってはいるもののですね、野田財務大臣は過度の変動があった場合市場介入を含む措置を取るということができると解釈しているというふうに言ってますね。大規模介入は難しくなったと思いますけれども、80円を切っていくような、円高局面での円売り介入という可能性は否定できないと思いますね。ただ先進国と新興国の関係がちょっと難しくなってきているようですね。そうですね、G20 でドイツがアメリカの金融政策こそがですね、ドル安を招いていると批判したこともあってですね、通貨安戦争をめぐる利害というのが、先進国対新興国という図式だけではなくてですね、G7 内でも調整が難しい状況であるということを露呈したという形になりましたね。こういった状況を受けて今日の予想レンジが80円の70銭から81円の70銭で出していただきましたが、注目では失礼いたしました、11月の頭に FOMC ありますけど、そのあたりも注目ですね。そうですね、次回の FOMC で追加金融緩和をめぐるですね、金融の流れというのは変わらないと思いますけれども、G20 でアメリカの金融緩和に対する批判があったことからですね、もしかしたら市場が期待するほど FOMC での追加緩和の、規模ですね、こちらが大きくならないという可能性もありますので、今後ですね、来週の FOMC を前に FRB の理事たちやですね、ガイトナー FRB、ガイトナーアメリカ財務長官の発言などに、今後も市場が降らされる展開が続くんじゃないかと、いうことが予想されます。ドル円はどのあたりのレンジでしょうか？そうですね、引き続き、今週ということでは80円から82円というふうに見ますけれども、今週は28日の日銀政策決定会合や、29日のアメリカの第3四半期の GDP 発表など控えてますので、この辺に注目したいと思いますね。はい、わかりました。太蔵さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。あとはですね、シティバンクの予想がですね、80円80銭から81円80銭になってますね。G20 を受けて、ドル円はあんまり、動かなかったんで、来月の FOMC までこのまままたじりじり下げていくんじゃないかなという感じはしますね。今日は、このまま81円台をキープするんじゃないかと。現在81円を割るか割らないところですが、近辺ですが、ここから81円台で推移するんじゃないかと。あとはあれですね、アメリカの中古住宅販売件数の指標まで、大きくは動かないんじゃないかなとか、そういう感じですね。あと河合美智子さんはですね、河合美智子さんも似たような感じですね。81円が抵抗を守っててなかなか割れないと。1円の60銭までは、戻りがあるかもしれないので、売りは気をつけた方がいいと、そういうことですね。もう今日も頑張って、負けないように、頑張ってください。それでは失礼します。